たか、あしら男爵。ついにわしが世界を征服する時が来た。見よ、あの機械獣軍団の姿を。あの機械獣軍団はこのバードスの杖によって自由に動くのだ。まずはガラダ警視。おいおい、やめろ警視。あの鎌を飛ばされたらこの地下帝国が真っ二つだ。次はダブラス M2。 やめ M2。 あの熱戦はこの宮殿を溶かすのに1分とはかからぬ。だが一つだけ気がかりだ。と申しますと。カブト博士だ。カブト博士。世界的な日本の科学者で、わしのロボット軍団の秘密を知っているただ一人の人間だ。世紀の発明を成し遂げたカブト博士は弟子の由美教授に全てを任せて引退した。なぜだ。カブト博士の引退がどうも気になる。彼はわしの機械獣軍団の秘密を知りながらそれを誰にも漏らさなかった。なぜなんだ。わしの男爵、世界征服に先立ち、わしの目の上のコブ、カブト博士を殺せ。ジャパニウムの資源を抑え、光子力さえ手に入れば、我が機械獣軍団は無敵のものだ。このバードスの杖を与える。これで機械獣は暴れさせるんだ。行け、日本へ。我が機械獣を海底要塞サルードに積んで、出発せよ。海底要塞サルード。海底要塞サルードこそ我が地下帝国にとって機械獣軍団に次ぐ強力な武器なのだ。あらゆる機能を備え、海底を自由に移動することができる。そして海底発生装置が作り出す渦巻きは巨大な軍艦をも飲み込んでしまった。海底要塞サルード出動せよ。でかしたぞわしら男爵。直ちに日本の町々を破壊し、機械獣軍団の強さを見せつけてやれ。そして光子力研究所を占領せよ。